新年明けましておめでとうございます。ティラと申します。今年も何卒よろしくお願いします。でもう1月13日。新年の収録が今日、実は令和5年の収録が初めてなんですよ。で、それすらも1月13日というね、とんでもないぐらいのハードスケジュールに追われていまして、ようやく撮る時間がやってまいりました。この動画を上げてる頃には新年とかそういうレベルの騒ぎじゃなさそうなレベルが気がするんですけど、今年もね、モンバトを楽しむ一人のね、実況者としてね、やっていこうと思いますんで、どうかね、よろしくお願いします。じゃあ、今日も始めていきましょう。行ってみよう。今回使っていくモンスターは、イーブンフライ、サーベルキツネ、デスストーカー。さあ、変わったダンスを持った方々が大集合だ。ということはまさか。さあ、新年一発目の収録にはなります。令和5年初収録。ダンスパーティーで参ります。何度かなんかこの実況やってるうちに、まあ分かったことがあるんですよ。決勝戦にね、ダンスパーティーが出すぎる。人面寺のプチアナのビックリサタンダの出まくるわけですよ。ならばこちらもダンスパーティーで行きましょうや。いいよ、行くぜ、せーの。いいダメージだ。イーブルフライは称号もあるからね、いいダメージ出すね。さあ、パワースイングいけ、ぐるんぐるんぐるんいけ、うおー強い、普通に威力が高い。そして飛行特攻を持つカモメ返し、カモメ返し、せーの、カモメ、外れたわ。まあ、竜巻を、あ、デスストーカーがかね、硬いんですよ。大丈夫です。基本的なね、属性攻撃やデスストーカーはかなりの硬さを誇ります。ロケットサイク、それは知らない。まあね。サーベルキツネは、そこそこ避けるから、避けてほしいんだけど。さあ、呪いの側も、怖い。38という低ダメージを抑えていくスタイル。嫌いじゃない。嫌いじゃないです。デスストーカーは、打撃耐性もあるし、属性耐性も高いんで、身の守りは低いんですよ。身の守りがね、あまりにもひどいんだけど、その分、耐性でカバーしてるっていうタイプのモンスターですね。なので、これも40、イーブルフライが吹き飛んでおりますが、気にしないであげてください。イーブルフライの耐性はね、いい耐性ないんで。イーブルフライはね、耐性ね、なんかいいとこないよ。なんか、これに強いなっていうのは、まあ別にないわけじゃないけど、みたいな。波です。ひたすらに波です。耐性を言うならば。爆発にちょっと強いかなぐらいですよ。さあ、パワースイングス、いけ、強いね。あ、ちょっと待って。最後あれで締めたいんだけど。最後あれで締めたいから、ちょっとラリフォーとかそういうね、遅延はやめていただきたいところ。あら、イーブルフライちゃん。イーブルフライちゃん、何をしにこの戦場にやってきたんや。えい。じゃあ仕方ないですね。それだったら仕方ないです。まあ、もうギガスラッシュ振って終わらせましょう。ほら、イーブルちゃん起きて、試合終わったよ。いや、でもなんだかんだね、こう NPC がこうやってバトルロードで使ってくるチームを使って大魔王を倒したいなっていうのはちょっとだけあるんですよ。まあ、幸いなことに、まあ、いけちゃいそうな気がしますけど。こんなチーム、てか敵のチームさ、エターナサスチームでしょこれ。いけ、言ったよね、言ったら振ったわ。言ったら振り降りましたよ、こいつらは。エターナスラッシュを。最後に、エターナスラッシュ、俺の顔を見たこの技。デスストーカー93、おおほほほほ。デスストーカー勝てえぞ。デスストーカーすげえ勝てえじゃねえか、お前。他を200ところをさ、93に抑えんのか、お前。やるなぁ。お、パワースイング選んだね、ちゃんと。いけ、いけいけいけ、はい、よいしょ、威力もある。さあ、君は何をするんだい。お、剣技カモメ返し、ちゃんと全員攻撃を選んでいくスタイル。せーの、はい、オッケー、よっ。どうしようかなぁ。ワンチャンいけないかなぁ。
でもさ、向こうに必殺技を見せられたとあればさ、こちらも選ばないわけにはいかないっすよね。こちらも見せましょうよ。それなら。いきます。三位一体、ダンス系三体で発動します。これを見たことがありますよね。ダンスカーニバル発動。みんな、結局、どのモンスターでもこの振り付けになるのね。人面術。おうおう、サーベルキッズで戻ってる。マッスルダンス戻ってます。イーブライ戻ってます。さあ、皆さんご一緒に。あー、削り切った。お続くぜ、この動画。新年一発目からね、一発目収録からなかなか、息な計らいですね、これは。バラモスですか。ほう、相手にとって不足はねえな。不安だ。さあ、お願い、勇者様。さあ、ここから問題だ。何が問題かって、呪文やばいぞ。やばい、イーブルフライは大丈夫だけど、デスストーカーが吹っ飛ぶ。これ。あ、やめて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 、うわー !400! 400食らうやつがあるか。魔王鍋まだ。まだ相手魔王鍋。400も食らうやつがあるかよ。爆発には爆発返しだ。よいしょ。一応通るは通る。ただ、邪悪の爪、これ打撃がね、イーブルフライなんだよね、基本的に。打撃弱いからな。やばい、削り切られるんじゃねえか、魔王に。いや、魔王に削り切られるはない。さすがに。さすがにない。美しい剣の技、カモメ、よいしょ、ちょっと待って、きつい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 。さっきの一発でだいぶ持ってかれたぞ。やばい。魔王戦にちょっとギリギリ、おーっしゃー、ナイス、これはナイス。よし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 、任せろ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 。慌てすぎてギガデインを選択するのを遅くなってしまったという痛恨のミス。ダンスカーニバルでもよかったな、せっかくだから。いや、確定要素はないからな。あー怖っ。ちょっとデスストーカーが呪文に弱すぎる。やばい、嫌な予感しかしないぞ、このチーム。大丈夫かな。ちょっと待ちなよ。おい、新年一発目の収録、これでいいのか。そんなのでいいのか。やばいって、これは、マジ。マジ？新年一発目、初めての大魔王は、白目、ダークドレアムでございます。おい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 、勘弁してくれ。いや、どうしましょう。新年一発目、なんとダークドレアムと相まみえることになってしまいました。あのね、やばいね。サーベルキツネって雷に弱いんですよ。で、イーブルフライも打撃に弱いでしょ。だからギガスローなんて食らったらやばいよな。いいよ、通らねえな。やばいぞ、これ。こっちの火力も足りてないかもしんない。ちょっと回心必要かもね。カモメ！あまりにも。一番期待できるのは彼だね。うん。回心率も高い。パワーもある！まあでもこんなもんか。十分だ。波動ね。波動はラッキーです。波動はラッキー、ラッキー、ラッキー。この局面の波動はラッキー。次だよ、問題は。魔人の剣技がギアスロー。魔人の剣技がギアスローの時に、こいつらは吹っ飛んでしまう可能性があります。デスストーカーが軽減してくれることを祈るしかないね。属性耐性がね。もう打撃は大丈夫なんだよ。ただ、イーブルフライとサーベルキツネが、まあ吹っ飛ぶわ。やばいぞ、これは。でもこれね、ワンチャンあるよ。お、ワンチャンある。全然ワンチャンあると思う。行動はいい感じに。行動はいい感じ。しかも勇気も溜まってるからね、初めから。じゃあ、ここ大事。攻撃してきます、魔人が。魔人！よし、イーブルちゃん受けた！イーブルちゃん受けんでかい！おー！イーブルちゃん！これはでかいな、イーブル。さあ、問題はここのターンにどうしようかって感じだな。とりあえずまだとどめは打てないから、この辺りで妥協して、次ギガデインがグランドクロスです。ギガデインは死です。あ、ちょっと待って！
ギガデイイコール死を意味するんだけどな、若干。だってさ、さっきのバラもその言わずんであんなんでしょ？ドレムのギガデインとかどうなんのよ。しかもさ、ギガデインに至ってはサーベルキツネもまずいしね。どうしよう。やめてね。おー、十字の閃光は邪悪を滅ぼす。グランドクロスね。まだ大丈夫。耐えれる。まだだ。まだあるね。これあるな。素直にあります。これ。素直にあると言ってもいいんじゃない？このターンは、凍てつく波動がおたけびなんですよ。なんで、5ターン目に、天使の歌さえ入れば、いける。いける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 。こんなふざけた見た目の連中だし、実際問題ふざけていたけど、うん。実際問題ふざけていたけど、いけるかもしれん。おたけびで死ぬはないでしょ。止まるのが怖いな。まあ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 。あ、止まってないな、大丈夫だ。さあ、問題はですよ。SP を今から使います。そして、SP を使ったターンに、おー！うわー！来た！いける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 、全然いけるもう。デスストーカーが輝いてる。やばい。やばいぞ、今回。これ勝ったんじゃないか？だってさ、一体でも攻撃選べば勝ちなのよ。選んで攻撃してすれば勝ち。はい、メダパニダーンス。あーあああああ、え、ちょっと待って、それってどうなの？波動になっちゃったよね。おお、いけるか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 、いけるのか、いけるのか、おお、おお、元気、カモメ返し、いけ、頑張れ、コンコン、キーツネ、よっしゃ、やったー天使の歌いらんだやん、じゃあ。じゃあ、天使の歌いらんやん。まさか、ちょっと待って。マジで言ってんの？メダパニダンスダークドリアムに効くとかある？やべえなぁ。みんないいとこ見せたじゃねえか。おいおいおい、びっくりだよ俺は。俺はびっくりしたぜ。いや、会心なかったらダメだったね、でも、デスストーカーの。あとギガデインが来なくてよかった。来たらどうなってたんだろう。ゾーマ食らってたらどうなってたのか本当に気になっては来たけどな。よしな、でも新年一発目の収録でね、白目とはいえドレアモンを討伐したのはね、大きな功績です。おめでとう。やったー、こんなおふざけみたいな連中でよかったな。ドレアモンもびっくりしてるで。やったぜ。では本来どうなっていたか気になりません？僕は気になります。あの呪文耐性のザルさで、あんな呪文耐性のザルさでさ、本当にゾーマに挑んだらどうなるかをね、実際問題気になって仕方ないんで、夜も眠れないんで、ちょっと検証してみましょう。さあ、おかもを奪われたゾーマの登場です。いける気がしねえ。いや、何がきついって呪文きついんだよな。イーブルフライに至っては火力を出すことができないんですよ。ゾーマの賢さが高すぎて、イオ程度じゃ。で、打点を出せるのはこのデスストーカーとサーベルキツネなんです。ただ問題は、そんなことより耐久の方が不安です。2352しかない耐久のところで、メラゾーマとかクラッテミーサって話ですよ。サーベルキツネ、メラゾーマ弱いからね。メラゾーマ食らった時は弱点が2体なんで、イーブルフライはね、まあ氷はいいんだけど、炎はダメだから。さあ、いいよ！どんなもんだ？ 80 ぐらい？あー、まあ割と出たわ。割と出たけども。まあ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 、サイコキャノンに行ってくれるならありがたいか。まだ。まだありがたいね。どんなもん？
まあ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 。まあまあ仕方ないね。うん、お前。で、ここはあえて攻めに出よう。本来はマジックバリアをするターンなんだけど、それじゃ多分勝てないと思う。勝つんだったら、ここで塩梅を取っちゃダメ。溜めるの可能性ある。そうだね。オーケー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 、いいよ。ここ溜める。溜めてきた。どうしよう。次が、ジゴスパークとサイコキャノンか。ここでルビスとかがありじゃない？ルビスありじゃない？溜めた分のダメージを強け、帳消しにするんだったら、ルビスが普通に入ってくるな、候補に。あとはどうだろう、とどめボーダーが3300だから、そこまで削らないといけないんだよな。とりあえず、ルビスしますね。溜めた後の一撃を食らったら多分、ワンチャンそのまま本当に死んでいく可能性があるんで。ここはルビスで。うん。逆にちょっと見てみたいけどな、俺も。俺も見てみたいよ！で、伝説とかが吹き飛ぶところ。でも、あくまで僕の実況は、勝ちに行くのはね、前提なんでね。おっと、メダパニーダンス！行くぜー！外れるわな。さっき聞いたら何やったんや、さんじゃ。サイコキャノンか。呪文をかたくなに使わないゾーマ。なんだなんだ？おー、硬い！まあ、溜めた後でもルビスの守りはやっぱ偉大だな。全然お前はやってこないな。全然やってこないじゃねえか。どうしたぞ、お前。そんなんで、大魔王が務まると思ってんのか？とりあえず5ターン目まで耐えれば。5ターン目まで耐えれば光明が見えてきます。いいよ、いい感じだよ。いける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 。全然いける。このターンに、サーベルキツネとデスストーカーがうまいこと当ててくれて、で、問題は4ターン目どうだろう。マヒャド引いたら、まあ、イーブルフライが軽減はしてくれるが、オッケー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 、いいよ。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫、いいよ。いけるよ。おー、いいねー、キツネ。おっと、相手の攻撃！ええー、まあ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 。イーブルフライが軽減してくれますよ。効率強いんでね。まあ大丈夫、耐えるでしょ。うわー！うわー！やばい！最後に一花咲かせましょう。いきます。ゾーマ様、見ていてください。一緒にゾーマ様も踊りませんか？そう、ワンチャンこれさ、相手を踊らせる効果もあるからね。これでゾーマ様を踊らせます。見て見て、この、おいおい、見て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 、おゾーマの前で、ダンスカーニバル。はいーとー、結構ダメージ出たな。え、おっと、相手の攻撃、避けろ！ 4%、避けれる、いけこれワンチャン貯めたら勝てたかもな。